こんにちは。東北芸術工科大学の卒業制作展へようこそ。私は学長の中山大輔と申します。今年はですね、2020年度の卒業制作展となるのですが、新型コロナウイルスの影響で学生たちはですね、ほとんど制作できないような状況、とても苦しい状況を乗り越えて、なんとか卒業制作にたどり着きました。卒業制作展自体もですね、開催自体が危ぶまれたのですが、さまざまな方のご協力を経て、なんとか開催するに至りました。私たち大学と、また学生たちはですね、この状況を何か違うことに転換できないかと、何か新しいことにチャレンジできないかということで、今年の卒業制作展を変える、いつもの卒業制作展から変えるという意味ですね。また変える、買うことができるという卒業制作展のタイトルを持ちまして、少しまあインターネットで配信するような卒業制作展、また学生の作品を買うことができるような試みに、チャレンジしております。今日この学長ラウンジという番組ではですね、その16学科コースを訪ねて、それぞれの学科コース専門分野のですね、今年の優秀賞、最優秀賞の学生にインタビューしてみたいと思っております。本当に短い時間ですけれども、学生たちの生の声をぜひお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。では卒業制作展お楽しみください。よし、版画ですね。はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。黒いね。はい、版画の最優秀賞、本当おめでとうございます。ありがとうございます。どうでした？びっくりしました？いや、自信ありました。いや、そんなことはない、ないんですけど、あ、そうなんだって、自分なんだ。まあ、これ紙を自分ですくっていうところから始めたんですか？はい、はい、そうです。自分で紙をすくうところから始めました。白い構造と黒い構造を使っていて、でこう紙をすくうときに、その水の動きにこう合わせてドローイングするみたいな感じで、あ、そうなんだ。作っていった上に銅版画を、じゃあこれ白い紙にわーって書いたというよりも、紙がすかれながら描かれた。そうです、そういう感じです。すごいじゃないですか。あ、これなんかそう言われると水面に浮いてるみたいに見えますね。ちょっと特別に触らせていただいてますけど、ボコボコしてるね。はい、うん、だから本当に1本ずつがボコボコしてるんだね。はい、これ本当繊維ってことなんだ。はい、僕なんかトイレットペーパーずっと見るの好きで、粗いやつとか、はい、すごい細かいやつとか、そういろいろあるじゃないですか。そういう作品グラフィックにもあるんですけど、今年なんかね、分かるわ、なんか紙それぞれの表情だね。うん、思い通りにいかないところっていうか、でもほとんどそういうことだよね。はい、何が出てくるかはある程度少しはコントロールできるの？一応少しはコントロールして、版も少しコントロールしてはいるんですけど、でもまあ多くの学生が何か形とか物とか、それぞれのなんかこうストーリーみたいなのを描こうとするじゃないですか。はい、でこれはなんかこう対話してる感じがするんだけど、そういう作品をずっと作ってた。そうです、それはずっと続けてきていて。はい、面白い。まあ、みんなに聞いてるんですけど、はい、コロナで制作しづらかったと思うんですけど、はいはい、そうですね、特にこういう、はい、どうしてました？アトリエが使えない間。アトリエが使えない間は、こう先生方がちょっと教えていただいた、から教えていただいた、こう版画の、家でできる版画の動画をもとにやってたんですけど、やっぱうまくいかなくて。だって特殊だもんね。絵描いてするんじゃないの？そうじゃないので、まあ、結構ドローイングを多くやっていまして。そうかそうか。はい、でもすごいね、そのプロセスって、なんていうか、絵がいい、面白い絵とかじゃなくて、そのプロセスがちゃんと評価されたことは嬉しかったですか？それは本当に、はい、うん、嬉しいです。一応大学院に進学を希望していて、あ、するのね。はい、うん、でまあ、今後もなんか繊維とかそういうものに元から作っていくことに興味があるので、うんうん、そういうことと版画をどうコラボレーションしてやっていけるかっていうことに制作の重点を置いていきたいなと思っています。うん、じゃあ大学院行っても頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは。日本画ですね。はい、よろしくお願いします。はい、伊藤桃香さんです。すごいね。
すごいじゃないですか。ちょっとこっち、あ、はい、君も個性的ですね。あれ絵の一部みたい。はい、今日はそういうイメージで。え、自分で描いたんですかこれ。え、違います。本当日本画でしょ。日本画で。これ顔料で描いたんですか。顔料も使っていろいろ使ってるんですけど、ね、そうですね、こういう赤いのとかは顔料で、あと上の点々も顔料とかを使ってます。へえ、これタイトルは。タイトルはすごくちょっと長いんですけど、うん、半径5メートル、手の届く距離でいいから救いたい、考え続けることを諦めない、これが私たちの使命というタイトルです。あ、今年ならではね。そうですね、いろんな意味で。そういうことを感じてたんですか、この1年間。そうですね、なんかまあ、コロナウイルスの影響だったり、うん、まあ、そういうことを最初考えてたわけではないんですけど、うん、そのこの絵を考え始めたのがちょうどその、うん、コロナが始まる前だったので、うん、例えばあそこに神様のような、はい、なんか未来のようなのがあって、はい、ここにはなんかちょっと暗めの過去のような。そうですね、うん、あ、ですよく見るといろんなところにいるね。はい、まあ、大きいテーマだと正義と悪について書いたものなんですけど、でもその正義と悪っていうのって、うん、やっぱり見る人の視点とか立場が変われば常に変わっていくもので、どれも正解じゃないと思っていて、うん、でもそういう中でも、なんだろう、こう分かろうとする気持ち、分かろうと努力したり、その常に考え続けていくこと、問題を自分ごとにして考えていくことがすごく大事なんじゃないかなって今までずっと思って書いてきていて、うんうん、変化と対峙しながらずっと書いていった作品になります。何だと思いますか。このうーん、何だろう、未来に連れてってくれる、未来に連れてってくれる、うん、案内人。あ、これは、私のおばあちゃんを描いたんですけど、今年の5月に祖母が亡くなって、うん、でその、まあ、ちょうどそれもコロナの影響で会えなかったんですよ、うん、でそれがすごく後悔じゃないけど、うん、悔しい気持ちとか、ね、まあ、いろいろあって、うん、でもこれを書いてるとすごく自分が落ち着くというか、うん、なんかほっとする気持ちになれて、なんかこの絵の物語の中で、まあ、このおばあちゃんというか、これがお母さんでこっちが娘っていう設定なんですけど、うん、この娘がこれからこういう混沌とした社会の中に出ていく中で、こう不安、こう今不安を抱いてるけど、でも大丈夫だよって、そうですね、大丈夫だよってこう言ってくれてる感じなのかなと思って、書き終わった後にそれを実感したというか、会えなかったおばあちゃんが書かせてくれたというか、おばあちゃんがそばに来たんだね。あ、でそうやっておばあちゃんが君にくれたようなものをこの彼女も持ってるんだね、うん、きっとね、なんかそんな風に見えるね、はい、うん、へえ。でこの飛んでいる、はい、ブーンって蜂みたいな、はい、この人たちはそれぞれ違う個性なんだ。そうですね、違う人たち。なんか純真無垢の無垢、うん、無垢っていう感じあるじゃないですか、その、うん、無垢な様子、こうなんかムクムクちゃんとかって呼んでるんですけど、うん、この無垢なこう目線というか、なんか世の中の例えば SNS とかで、うん、こういろんな価値観が飛び交ってると思うんですけど、うん、なんかすぐにこう、あ、何々やったダメとか、うん、なんかこうだと思うよとか、なんかいろいろ言ってくるじゃないですか、うん、今、うん、世の中って。でもなんかそれってある意味純粋というか、そのなんだろう、まあ、ある一つの価値観しか知らないっていうか、うん、無垢の象徴なんだ。そうですね、うん、別に悪いことではないけど、うん、その一つの価値観とか考え方しか知らないと誰かを攻撃するだけになってしまう時もあるなと思って、うん、なんかついついつっついてしまった蜂の巣からミツバチの群れがこっちに襲ってくるような風にも見えるね。わーって、うわー、やばいやばいやばいけど、それは僕にとっては来てほしくない悪かもしれないけれど、ミツバチたちにとっては自分の巣をつつかれたから、はい、びっくりして出てきたからだけだかもしれないし、大学卒業した後、はい、中学の先生になる、美術のね、うん、すごいね、こんな先生来たらもう話題だ、まず校長室に呼ばれるかもね、はい、そうですねまあ大丈夫だよ、もう今個性の時代なんで、はい、うん、これからは、ね、若い人たちの前に立って、そうですね、うん、一人でも多くのこうアートやデザイン好きの人を増やしてもらえれば嬉しいですね、はい、うん、すごいね、最優秀賞なんどうでした、聞いた時は嬉しかったですか。
いやびっくりしましたね。親になんかこう褒められることやってこなかったんで、うん、やってこなかったんだ。やってこなかったんで怒られることばっかりばっかりです。今回 2点もっとたくさん僕今までも見たことある、はい、谷村さんの作品は何本いくつも見たことあるんですけど、これやっぱ正面から見るよりこう見た方が迫力あるよね。ですね、厚さがあるので、うんうんうん、どういうものでできてるかっていうか、はい、でこうちょっと触ったらどんな感じなのかっていうのも教えていただけると。はい、わかりました、はい、素材が下地がその発泡ウレタンっていうのでできてて、で触った感じはまあ硬いんですけど、でもちょっと脆い、要は発泡スチロールのようなものなんね、はい、だからぶつかると欠けちゃったり欠けちゃうんですよね、うん、なんかイメージから見るとさ、なんかこう、はい、勝手にこの人たちが膨らんできてるように見えるんだけど、うん、まあ、そうですね、背景に関してはもうなんかこう雲の中のこう、うん、闇の中からみたいな感じのところがあるんで、苦しそうなのもいれば、はい、生き生きポーって出てきたのもいれば、 そこは自由にさせてるんだ、はい、だその感じで言うと、うん、その背景からこう出てきてて映像がそのままボンみたいな立体になったみたいなところもあるかもしれないですね。へえ。その勝手に膨らんでいくので、うん、あんまりそのコントロールができないじゃないですか。でも膨らみすぎちゃう場合もあるし、そうなんですよね、うん、でそこをこう量とか測ってもう形状からもうなんかコントロールできないものをコントロールして自分のものにしていくっていうのををした方がなんかその作品のスパイスになるかなと思って、うんうん、こっちがエキゾチックファイヤードラゴンなんか安いな大丈夫あっちはマジカルユニコーンなんだ単純にそのソフビとかそのカートゥーンのキャラクターとかから来てるので、うんうんうん、おかるさまにこうそのキャラクターにその名前を与えるって感じで、そうだね、こうキャラクターの名前付けみたいなもんだ。そうです、ね、そっか。あ、ここにもいますね。これはパミーちゃんなのね。そうです、うん、パミーは、まあ、なんかこれに関してはその梱包、ソフビの梱包の仕方してるんで。あ、本当だね。こう人形入っててるような、はい、なんかこっちの対策がどういうものから来てるかっていうのが分かりやすいように、うんうんうん、まあ、持ってきただけなんですけど。へー。これは抱きついてるんですか、後ろから。いや、2つ頭生えてるユニコーンです。あ、そうなんだ、うん、そっか。ピンクのユニコーンとグリーンのユニコーンが、まあ、双子なんです。ランデブーっていうか交尾してるように見えるんだけど、そうじゃないそういうのじゃない、姉妹で一緒に踊ってるみたいな感じの雰囲気ですね。あ、そうなんだ。へー。あのちょっとフレームから背景はみ出してるのとかってさ、うん、普通のこと普通の絵ではできないじゃない、うん、あれが面白いね、うん、あれ最近中野ブロードウェイ行った時に、うん、なんかソフビを見てめっちゃいいじゃんと思って、うんうん、この色に塗装にこの質感最強と思って、うん、でそっからなんかおもちゃのそういう立体に興味を持ち始めて、うんうん、でカートゥーンのキャラクターとかで結構育ったのもあったので、うんうん、そこら辺をまあコンセプトにしていこうかなと思って。今後卒業した後ははい、どんな感じで活動するんですか。まあ、一応芸工大の大学院に行くんですけど、うんうん、大学院に行くんですね、うん、こう売るんですか。売ります。サイトで。あ、何点ぐらい出したの。5点出しました。5点出した、はい、5点出してこれ1個5万なんですねそうです。はい、そうそう、今回のね卒戦サイトの方でへんてこなキャラクターが販売されてますので、ぜひ買ってあげてください。お願いします。はい、はい、どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。彫刻コースに来ました。彫刻コース最終章、清水博樹くんです。おめでとうございます。ありがとうございますなんか似てるね、ちょっと。ですかすごいじゃないですか。これ全部鉄ですか。これ金属、そうです、鉄ですね。金属、金属、いろんな金属使ってるんですか。いや、基本鉄なの。鉄しか扱ったことはないですね。へえ。タイトルはもうザ・パンクスですね。ザ・パンクスまんまだね。そうそうそう、うん、どうして鉄でパンクスの像が作りたかったんですか。はい、ですね、自分結構コンプレックスで弱い部分があって、うんうん、まあ、それをこう奮い立たせてくれるような強い存在として。そうなんだ。これはじゃあ清水くんの 中身にもいるんだ、こいつが。そうですね。だから憧れのパンクロッカーをっていうんじゃないんだね。
まあそういう漠然とパンクスという概念というか、うん、何かに反抗してるじゃないパンクって。そうですね。もともとイギリス発祥のカルチャーでさ、ああいう階級社会とかアゲンストして出てきたような全ての概念をぶち壊すみたいな。今なんかあれなの、清水君ってそういう自分へのコンプレックス以外にぶち壊したいものとかがある、はい、自分結構怒りたいのに怒れなかったりとか、結構自分の意思をこう貫きたいのに貫けないみたいなところあったんで、まあ、そういうふうな、そうですね、願いというか。この作品作って、はい、なんか変われた、怒りたいときは怒れるようになったどうですかね。でもまあ一つの自信にはなったのかなっては思ってます。なんか造形としても面白いですね。彫刻として見てもこうなんだろうね、こう人フィギュア人だと思わないで見ると、はい、なんだろうね、細いけどものすごくこうピンってこう針のようなものが立っているように見えるし、なんかこうあれですか、造形としてこだったところってありますか。そうですね、うん、まあ、一番は、まあ、この大きく広げた足とか、もう極限まで細くしてる感じそうですね、うん、結構自分も線が細いのがコンプレックスだったりするんで、うん、あとやっぱこのパンクの特徴であるこのトサカのところだけバッと赤くしたけど、はい、これはもうやるぞって決めたんだ。そうですね、なんか一つこうバーンとアクセントポイントをね、はい、でもよかったね、卒業制作最優秀なんてさ。いや本当にどうでした、その聞いた時。あんまりこう普段今までの作品とかって、うん、あのまあ、小さい作品とかでも、まあ、中途半端に終わらせてしまったりとか、うん、完成とかできずに提出したりとかっていうことがあったんで、うん、多かったんで、うん、そうですね、まあ、完成がまあ何かよく分かんないですけど、うん、一つ形にはなったのかなっていうのは、うん、やりきった感はあった今回。そうですね、うん、よかったね。それも初めての感覚ですね、うん、あとちょっとコロナで、はい、これ特にさ鉄を扱うなんて自宅でできないじゃないですか。そうですね、うん、アトリエが使えない時期っていうか制作時間があんま取れなかったと思うんだけど、なんかそういう時どんな感じだったの、どう対応してたの。なんでイラスト結構描いてましたね。うん、イラスト、これこの作品も結構イラストからの発展だったりするので、うん、でもそれがちゃんとドローイングというかイラストを描いてたから造形に映る時にも役に立ったのかもね。かもしれないですね、うん、これからも作っていくんですかこういうの。結構初めて楽しんでできたんで、これからも楽しみながら鉄扱いたいなって思いますね、うんうん、いいね。なんか卒業制作って終わりじゃないからね、スタートの作品なんで、やっと楽しめてやっと作り切れたっていうのはすごく糧になりますね、うん。いやちょっとなかなかシャイな清水くんですけどなんかここのいるんだね、ここにね。そうですね、うん。美術科の工芸コースにやってまいりました。こんにちは。こんにちは。優秀賞の、高坂鈴乃さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。びっくり、すごいね、道具だね。はい。これはあれですか、バターナイフなのか何ナイフなのか、彫刻刀 のような、はい、食器のような、はい、タイトルなんて言うんですかこれ。あ、はい、タイトルはスプーントゥーカーブという。カーブってどういう意味。掘るという彫刻するという意味が含まれています。スプーンから彫刻刀までみたいな意味か。あ、はい、そうですね。私自身食べる時の行為だったり、うん、そこにできる痕跡みたいなものに魅力を感じていて、うん、例えば掘ったものが何かに似ていたりした時に、なんかすごくなんか見つけたぞっていう気づきを得るというか、うん、それをより深掘りというか、その行為を繰り返していくと、なんか食べ物を彫刻したみたいな道具があっても面白いんじゃないかなっていうところからスタートしました。なるほどね、はい、これじゃああくまで食器なんだね。はい、うーん、じゃあこの角と彫刻刀の角みたいなやつで、はいはい、例えばスプーンを食べるとか。はい、そうですね、いろんな食べ物を食べた時に食べ物を削ってみたりするってこと。はい、はい、そうですね。実際食べてみた。あ、まだ試作のものでしか使ってはいなくて、まだ展示されたものは使ってないんですけど、やっぱり普段のスプーンとはちょっと違った痕跡ができるのを、なんかいろんな人に体験してほしいなと思います。
高坂さんあれですよね、そのこれから大学院に行くけれどその後教員採用試験 もう通ってるので中学の先生なんですか。はい、高校の先生に。高校の先生か、はい、千葉県出身だそうで、はい、千葉県の高校の先生になるの。はい、うん、2年後か。はい、そうです。大学院を出た後は高校の先生になるそうですけど、これってあれですか、これがセットなんですか。販売サイトにも出してましたよね、はい、確か、はい、販売サイトは4本ずつで出しています。あ、4本ずつで、はい、じゃあこれ実際買って、はい、掘りながら食べてみれる人がいるわけね、はい、買うと。はい、これ売れていくの悲しくないですか。少し悲しいかもしれないです。もうこれユニークピース、これだけしかないんだ。はい、売れたらなくなっちゃうんだ。はい、そう。苦労の時間でしたけど、はい、結果なんかギュッと手元でいいものができたんじゃないですか。そうですね、はい、そんな気がします。私なんかデザインの要素もすごく入っていて、はい、なんかすごくいい工芸からなんかデザインの問いかけが聞こえたような気がして、僕は素敵だなと思いました。 ありがとうございます、うん、いやいや、よかった。ご苦労おめでとうございます。ありがとうございます。はい、最優秀賞、おお、すごいね。宮川由紀子さんです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか馴染んでますね。ちょっと合わせてきました。ちょっと離れて見せてもらっていいですか。はい、これどうなってるの？君の部屋ですか、これは。これはアトリエですね、福島にある。福島、はい、そっか、君福島出身で、はい、で何、福島の自分の家のアトリエを再現してるんですか。もともと祖父祖母が、うん、あのクリーニング屋さんを営んでいたところの空き家を活用して、あのこの空間作りをしました。福島のどこなんですか、これ。福島の本宮市っていうところでやってます。じゃあ本当にこの実際にここ、じゃあこれが卒業制作なんだ、この本当はね。そうなんです、空間全体がもう、ね、で今福島に行けないから、はい、ここの雰囲気をここに持ち込んできた。なるほど、象徴としての扉みたいな感じ で普段じゃあでも由紀子さんがこっちにいる時って祖父祖母が営業してるんですか。は、大学4年間のうちに祖父祖母がこう他界してしまって、ああ、 そうですか。それでポツンと残った空き家だったので、うん、ちょうど大学の学びを生かしてやってみたいなっていうふうに思って。じゃあ福島に宮川さんが帰った時に開けたり、現地でも仲間がいて何かこう活動されてるんですか。そうですね、ほぼゲリラ的にすごい開催してて、でも地元の友達も来るけどほとんどが山形でご縁のあった大学の友達だったり、うんうん、あの米沢とかの友達だったり、あとは地域の方々って感じですね。割とクリエイティブな、なんていうかコミュニティスペース的に使ってるわけ、うん、そうですね。どんな人が集まっててるんですか、そのイベントやると。やっぱり町の人もいらっしゃる。町の人もいらっしゃるし、うん、あの親子で来てくださる方もいるんですけど、うん、なんかちょっとレトロなものが好きな人たちというか。なるほどね。あの例えば古着だったりとか、うんうん、レコードだったりとか、うん、あのタバコって言ってもそのなんて言うんですっけ、こういうやつ、うん、パイプみたいな、パイプとか持ってらっしゃるような方々がなんかこう面白そうって入ってきてくれるっていう。そう、これ懐かしいな。ここありましたよ、こういうの家に昔。そうですか。そう、これ全部もらい物なんですけど。そうなんだ。そう、ここにあるもの、そう、こっちも見てみようか。そうそう、これ扉。いや、これは自分の作品なんですけど、うん、その本宮っていう町の扉を、まあ、アートで開いていきたいだとか。なるほど、ね、自分が表現者としてあの扉を開いていきたいっていう意味で扉と宮川の宮で扉宮、ね、扉宮プロジェクトっていうふうに名付けました。なんか始まりそうな場所になりますね。はい、いつも何やってるか分かんないよね、あそこって言われるあのお店がいっぱいあると街って盛り上がるんだって。うん、人と街をとかこう社会と人をアートでつないでいくっていうのって言葉にすると簡単だけどなかなかやるのって難しかったですか。そうですね、うん、なんかまずはその踏み出す自分の
一歩というか、うんうん、そこはちょっと時間がかかったかなっていうふうには思うんですけど、うん、やってみるとちゃんとアートを面白いって思ってくれてる人たちが街の中にたくさんいるんだなってことが分かって、うん、なんかこれからもそういう場作りをやっていきたいって心から思いました。机上の空論じゃなくて実際に自分のよく知ってる街でさ、あとおじいちゃんおばあちゃんゆかりがあるところで一歩踏み出せたっていうのはすごい大きいですね、はい。ちょっと今後もね、これなんか卒業制作って集大成だけどなんかスタートですよね、はい。なんか今後も期待しています。ぜひ遊びに行きたいと思います。ありがとうございます。はい、おめでとうございました。どうもです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。美術科のテキスタイルコースにやってまいりました。優秀賞の立山智香さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと初めて見るんですけどすごい繊細ですね。はい、はい、刺繍の作品です。刺繍、そうか。はい。で、この糸を染めたんですか。何本か染めたって感じですね。あ、そうなんですね、はい。普通ね、テキスタイルコースの卒業制作ってこうわーってたくさんありますけど、織りとか染めとかっていう、はい、こう技法から入ってくるのが多いけど、はい、描いたって感じですかね。はい、絵画みたいな感じで描きました。どれ一番最初の作品。一番最初に制作したのはこちらですね。これでも遠くから見ると本当に糸ってわからないね。そうですね、近くで見てやっと気づいてもらえる感じです。うん、1年生の時からその羊毛を紡ぐ授業があったんですけど、うん、ありますね。うん、それでとガーデニング用の網でその刺繍みたいに縫っていったのがなんかこう、うん、私のなんか性格的に合ってたので、うん、そういうなんか積み重ねでできていく作品っていうのが、ね、糸が集合してる様子っていうのが良かった。はい。たくさんの糸が使われてますね。はい。もう何色ぐらいあるんですかここね。すごいね。そうですね、結構いろんな糸を使ってるので。あ、でもこうやって見ると全部やっぱ空なんだね。はい。なんか 建物のようなものが描かれていて、はい、空を糸で刺繍したんだ。はい、建物も糸で、書いてあるけど、はい、糸でね。空を刺繍って素敵ですね。はい、ありがとうございます。連続する作品にストーリーはあるんですか。そうですね、車窓から見た景色をとある景色を並べてるので。車、電車、電車か、高速バス。あ、そうか。 でも実際に撮影したのは新幹線から見た景色です。ちゃんとスピード感とかは表そうとしたので、この辺りとかは結構うまく出たのではないかと思ってます。なんか漫画の表現のスピード線みたいなのもあるけど、はい、僕なんかねこのビルの建物の略し方が面白いなと。あ、はい、ありがとうございます。しっかり描いちゃうとこれに描っちゃうし、はい、あんまり抜くと建物って分かってもらえないしね。そうですね、なんかいい感じ。止まって見えないように表現するのが大変でしたね。なんか鉛筆で描いたようにも見える ね、はい、ここね。そうですか。卒業後は就職するんですけど、それと並行に何か作品は作り続けたいなって思ってまして。そうですよね、はい、こういう手元で作れるもんね。家でも作れるサイズだし、アパートでもできるなって思うので、そうか。裏が、刺繍って僕裏が好きなんですけど。あ、そう、裏も偉いことになってますね。結構ごっちゃごちゃになってますねどうですか、優秀賞って言われた時は嬉しかったですか。そうです、素直に嬉しかったですね。本当、はい。でもちゃんと賞をもらったのは初めてなので。あ、そうですか。箔がつくのは嬉しかったですね。箔がつく、ね、通用する箔にしてください、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、文化財保存修復学科にやってまいりました。最優秀賞の熊谷有沙さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか見たところお相撲ですけどこれ文化財なの。あ、いや、その私はその山形県白鷹町の小桑地区というところにある大日如来堂という地域文化財の活用に取り組む。小桑地区とはこの字の通り養蚕で有名なところですよね。そうです、はい、
そこの活用が今ちょっとなされてないので、もう一度活用し直して継承できないかなという。あ、じゃあちょっとこっち来て、これですね、第一如来。そうです。すごい、随分古いですけど、はい、どれぐらい前からあるんですか、これは。だいたい1224年頃。1224年、はい、くらいには記録が残っているので。室町ですか。あ、鎌倉ぐらい。そこで以前相撲大会が行われていたので、それをもとに先ほどのトントン相撲ワークショップとして、はい、ちょっと待って、ここで行われた相撲大会はこの境内で、それが神事として行われてたんですか。そうです。その大日如来堂の前の方に相撲ができるスペースがあって、そこで今もあるんですか。その、あ、今もスペースはあります。へその他にも、その大日如来堂の方で以前行われていた風習で、お納め書きっていう、習字で願い事を書いて、願い事、そうです、うん、大日如来堂に飾るっていう風習があったので、それをいつ書くんですか、これって。これは、伝統では、毎年大晦日に子供たちが書く。書き初めではなくて、そうです、もうその年の締めくくりに書くんだ。はい、なので書き納め、書き納めなんだ、はい、おさめ書きなんです小桑地区の地域住民の方々が書いてくださいました。これもじゃあ、あれですか、継承された伝統行事なんですか。あ、これも、60年ほど前で途切れてしまって、高齢者の方々がその記憶の中で覚えているというものだったので、やってましたよって話。そうです。それをじゃあもう一度復活させたわけ。そうです。で、結構思いっきり叩いて、思いっきりやんなきゃダメなの、割とよしコツがいります。はい、せーの。あ、でもこれ完全勝ちだね。はい、おめでとうございます。はい、自分でやる。はい、その実際に伝統を守ってきてくださる方々は、うん、地域文化財に愛着を持っている方々が多いので、うんうん、それをもう一度復活させることができたら、次世代を担う子どもたちにも地域文化財への愛着を沸かせられるんじゃないかなという可能性を見出せたような気がしました。なるほどね。なんか大切な仕事しましたね。 ありがとうございます。あの、熊谷さん、これ卒業後はどうされるんですか。卒業後は、山形を離れて兵庫県に行くんですけども、その兵庫県の方にも地域文化財があるので、そこで地元のなんか地域文化財協力隊みたいなところで活動していけたらなと、うん、あ、そうなんですか。全然知らない町に行くんですね。そうです。そうですか、ありがとうございます。貴重なお話あと最優秀賞おめでとうございます。ありがとうございます。あとコンビのあのジオラマの彼女に、はい、おめでとうと伝えてください。はい、デザイン工学部企画構想学科にやってまいりました。今年の、最優秀賞は中里未来さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、なんかこうピンクで華やかでこっちもピンクですね、はい、なんか見たところ口紅のようなんですが、はい、これは違うんですよね。こちらは、一見口紅のように見えるんですけど、うん、口紅のようなハンコになっています。見せてもらっていいですか。はい、これニューってなるの。あ、はい、そのまま本当に口紅のようにしまったり出したり。こちら本当ハンコ屋さんが手作りしたハンコになっていて、本当に書類とかにも使える実用的なハンコになっています。はい、これはあれですか、その企業新提案という、はい、カテゴリーですけど、はい、こちらの企画を企業様の化粧品会社様の方に持ち込んで、うん、で、こういう提案があるんですけど一緒に協力していただけませんかということで、このような形で商品化したものになっています。やっぱ大人の証っていうのでプレゼントとしてこう、うん、学校の卒業祝いとかにハンコをもらった経験があったりしたので、そうだね、もらうよね。そういうところから、うん、まあ、その大人になる女性っていうのを考えた時に、うん、ハンコっていうのと、まあ、あと口紅と見た目がやっぱり少しちょっと似てるっていうのがあって、うんうん、もしかしたらハマるんじゃないのかなっていうので考えついた感じになりますね。あと今、あれ、要するに口紅ってあれなの、あの使い終わるとそうです、ね、ここはなくなっちゃうんだ、はい、芯のところは、はい、でこれはいつもは捨ててたわけ。そうですね、もともとは捨てるものになって。じゃあ気に入ってるブランドのとか、はい、なんかその好きだったよく使ってた口紅のこのケース、うん、こいつを中身をハンコに入れ替えると、はい、
また使えるってことなんですか。そうですね。この素材のリサイクルにもなるという。そうですね。そういうふうになるのと、あとやっぱりついなんかこうピッて塗っちゃう、ああハンコだったなんない。確かに本当に一見見ると本当に口紅のように見えてしまうので。でもここが面白いね、ギミックとしてはここが口紅色だから面白いんだよ、ね、はい、うん、ハンコ屋さんともこういうのが作りたいんだっていうのでちょっとご相談いただいて、その時にも赤入れた方が絶対口紅っぽくなるから。そうだね、しかもちょっと半透明で口紅っぽい色作ってくださってますね、はい、を選んでいただいて、でもう実際に売ってるそうですけど、はい、うん、1月の5日より販売スタートしていて、一応3月14日までの限定販売っていう形には、うん、なね、今なんとなく社会的にはデジタル承認みたいなので、はい、ハンコやめようみたいなこと言ってるじゃないですか、その中でこういうの作るの面白いね。そうですね、急にはなくならないじゃないですか、なくなっていくかもしれないけど、はい、でもやっぱり大人の人は一本持っといた方がいいかもしれないので、ちょっとやっぱりそのハンコ屋さんの方でも試行錯誤して、例えばそのこういう漢字の印字だけじゃない、こういうイニシャルの M とかこういう風な感じでイニシャルで押せるこうマークのようなハンコとかもこう依頼されればお作りすることができるので、この口紅のケースがもったいないとかパッケージだけ可愛いって言って捨てれないっていう人とかも結構いたりするので、そういう方とかにこう使っていただければいいかなと思ってます。まあ、コロナ禍でやりづらかったでしょ。そうですね、うん、結構やっぱりそのリモートとかでとかやっぱり実際に会うことが難しかったりしたので、うん、結構考える段階は結構リモートとかでこうお話し合いをしながら、また私の場合は化粧品会社さんとハンコ屋さんの方で2つの会社と基本的にコラボレーションという形になって、どちらの会社も、東京ですか。どちらも山形の会社になっているので、はい、うん、こんな面白い商品が山形メイドなんですね。そうなんですよね、うん、結構面白いですねそれがね、うん、山形で大学を入学する前から、うん、本当に化粧品っていうのが私自身すごく好きで、自分に自信がなかったのを化粧品とかメイクの力によって変えてもらったっていうことがあったので、うん、まあ、自分もそれを発信する側になりたいなっていうふうにも、うん、思っていて、そこから大学入ったっていうのもあったんで、この卒業制作の経験が生きますね。はい、うん、そうですね、本当に。そっか、コロナの中よくこんだけの会社とコラボレーションしたと思います。、うん、はい、よく頑張りましたね。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらはですね、歴史遺産学科、優秀賞お二人いるそうですけど、優秀賞の、後藤彩香さんです。よろしくお願いします。あとおめでとうございます。良かったですね、なんか褒めてもらって。はい、とてもちょっとあの歴史遺産学科っていうのはなかなかあの論文とか、あとこのパネル展示なので非常に一目で分かりづらいんですけど、ちょっと簡単に言うとどういう研究だったんですか。はい、桜藩飛び治療っていう山形県にあるその桜藩の飛び治療っていうものが、うん、まあ、支配のやつがあるんですけど、はい、そこの山形市の村木沢地区と蔵王上野地区っていうところを題材として、うん、そこの車窓手法っていう、あの車窓っていうのが飢饉に備えてもみなどをあの備えておく蔵ですね。そうですね、はいはい、蔵のもので、そこの実情みたいなもの、車窓手法っていうのは車窓制度って言い換えることができるんですけど、うん、その車窓制度の実情っていうものを研究したもので、その制度の内容であったりだとか、そのどういうふうに貯蓄が行われていたのかみたいなところから、うん、その秩序を明らかにすることっていうのを目的に、はい、なるほどね。何か見つけたこととか気づいたことってあるんですか、この研究で。そうですね、うん、自分で一番面白かったなっていうふうに思うのは、うん、うまく蓄え貯蓄がいかなかったとか、そのネズミが、うん、ネズミのせいでみたいな、うん、貯めてるうちに悪い状態になったり、うん、みたいなことがあったり、うん、そういう問題が起きた後にその制度の内容がこの変わったみたいなこともあって、その問題とかを解決するためにより良いものにするためにこう改定みたいなのが行われてたっていうのが、うん、その1年分の資料だけじゃなくてこうその後の資料も見たことで分かったっていうのが、自分的にはこう自分としては一番興味深いなっていうふうに思いました。うん、そうですか。なんか今の時代に通じるものってあります。例えばワクチンね、今から入れて、はい、どれぐらいどこでキープしてどう
ね、摂取するかとかいろいろありますけど、なんか何かをみんなのものを貯めておくって制度はどこ、ね、今の時代もありますよね。ですね、もしかしたらそういうところにも関係してきそうかなっていうふうに思いました、うん、あのコロナのことでこう出張とか取材とかしづらかったと思うんですけど、はい、どうでした、あのうまく取材できましたか。そうですね、うん、あんまり回数とか行けなかったんですけど、うん、その古文書の撮影をさせていただくために、うん、ちょっと何度かその機会をその地域の方にいただいたので、うん、本当にその二人は本当によく頑張った、ね、ありがたいなと思って本当に感謝しながら、はいはい、そうですか、本当に大変な中お疲れ様でした。そしておめでとうございます。ありがとうございます。続いてですね、優秀賞2人目歴史産学科佐藤由美さんです。おめでとうございます。 ありがとうございます。本当よかったね。はい、明治期の上の山城、はい、城下町の景観と産業化、上の山ってね、あの上の山って山形の隣町ですけど、 そこのお城のことですかこれ。そうですね、上根山城下町の、お城から出て、まあ、大手が存在するんですけど、はい、そこから先に町屋が広がっていまして、そこの町屋の建物ですね、はい、一軒一軒をこうやって描いた上根山古別図っていう図が存在するんですけど、うんうん、そこの上根山古別図に描かれた図の書かれた職業ですとか、まあ、名前とか建物の町屋ですとかその屋根の素材ですとかを、まあ、一軒一軒、まあ、445件書かれていたんですけど、はい、それを一つそうですね分析して、今でも上根山の町並みには蔵が結構残ってまして、うんうんうん、そういうのが上根山古別図の中でもこういう蔵が結構描かれているんですけど、うん、こういう蔵自体は今の上根山の町並みにも残されていて、うん、まあ、そういうのを現場の実際の写真と比べて、まあ、当時のから明治期から残っている蔵が現在にも存在しているんじゃないのかなっていうのは指摘を行いました。へー。で、十日町っていう町並みが今でも商店街としてそこにまあ残ってるんですけど、うん、そこの商店街のところをまあ調べて分析を行うと、こうやって商店の割合が結構全国、これがまあ十日町なんですけど、うん、商店の割合がもう半分以上経って、うん、それでもう昔から商店街がここに存在して、それが現在でも続いて残っているんだっていうことがまず分かったことと、上根山城下町っていうのはまあ全国でも珍しくて、温泉町と宿場町と城下町の3つの機能が存在する町なんですけど、まあ、そういう一面が十日町の町屋からも読み取れるというのがまあ大きな発見かなっていうの。現在に欲しいなんか観光の全部が入ってますね。温泉と城下、歴史とあと宿泊があるといいですね。これなんか役に立つといいですね、他の人の研究とかにね、町づくりとかに。研究で終わるのはもったいないなと思いました、はい、はい、ご苦労様です。ありがとうございました。お疲れ様です。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。はい、ですね、文芸学科にやってまいりました。文芸学科は今年優秀賞2人ということで、まずお一人目、井上美久さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね。よかったです。どうですか、なんかこう文学賞を取った気分ですか。頑張って書いたんで、うん、それを評価していただけたっていうのはすごく嬉しく思ってます。よかったですね、はい、ちょっとこれタイトルがすごく魅力的なんですけど。ありがとうございます。快晴の日曜日に広く分布する白、はい、この白でいいんですね。白です、はい、はい、ということなんですけど、はい、どんなお話なんでしょう。ですね、うん、もうすでに歪んでしまった精神を愛で救済する話です。でかいこと言ってますけど。でかいこと言う。歪んでしまった誰かのその主人公なのかな、はい、ね、はい、誰かの精神を愛で救済する話、はい、壮大ですね。壮大です。で、現代のお話なんですか。現代の話ですね。それはあの普段の井上さんの生活の中から出てきたアイディアなんですか、それともいろんな文学作品に影響を受けたものなんですか。結構今回は暴力とかグロテスクなシーンとかが多いんですけど、うん、それも含めていろんなものから影響を受けて書いたものだと思います。あ、そうなんですか。例えば今のコロナの状況とかってなんかリンクしたりしてます。ですね、そこはあんまりないですか。かな、なんかずっとこう1年生の頃から書きたいテーマみたいなのは、うん、まあ一致してて、それをこう1点に絞って書いたっていう感じなので、うん、あんまりそうですね、今の
社会状況とかは関係ないのかなと思います。触っていいですか？なんかあります？このセリフのやり取りとか。そうですね、今回紹介したのはここに書いてるんですけど、このセリフを抜き出して紹介しましたね。救われるにしたってただってわけにはいかないぜ。なんかちょっとハードボイルドっぽいですね。あ、そうですね、うん、特にお前のような厄介者はな、お前は虎にでも生まれてはよかったんだ、きっと手違いがあったのさって。へえ、なんかこのなんか、はい、快晴の日曜日に広く分布する白っていうタイトルからすると、なんかこんな言葉遣いがする人が出てくるとは思えない感じですか？そうですね、なんか結構こう中身が汚いというかグロテスクな感じ、結構人の悪意とかを書いたので、うん、タイトルは逆にこう晴れやかの方がそこのコントラストが効いていいかなと思って、タイトルはこういう感じにしました。読み合った後はちょっとうってなると思います。うっとなるんだ。読み味のとても悪い本だそうですけど。あの主人公たちの年齢が割とこう同世代、私と同世代20歳前半ぐらいの設定なので、まあ読んでいただいても大丈夫かなとは思うんですけど、かなり人を選ぶ話にはなったと思うんで、ちょっと読んでる最中で気持ち悪くなっちゃう方もいるかなっていう感じです。これからもどんどんあれですか、小説は書いていくんですか？そうですね、そのつもりです。頑張ってください。本当おめでとうございます。ありがとうございます。はい、井上さんでした。文芸学科優秀賞お二人目はですね、樋口志保さんです。素敵な名前ですよね。ここ文学的な詩を書いてるかなと思ったら小説なんですね。はい、はい、あの晩夏というお話ですけど、はい、まずは優秀賞おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しかったですか？嬉しかったです。本当もう取るつもりでした？いや、あんまり取るつもりは取れるとは思ってなかったので。でもいろんな先生が皆さんで読み合わせて文学賞みたいにたくさんの先生が読んで決めるわけですよね。はい、よかったですね。ありがとうございます。あのこれから読む人ががっかりしない程度に、はい、どんなお話なんでしょう？これは、小学4年生の主人公が祖母宅にお盆に帰省した時に、その祖母のお家、おばあちゃん家に、おばあちゃん家に帰省した時に、はい、あのいとこのお兄さんが実は同性愛の方であるということを知って、で自分の恋愛観みたいな人生観にも影響を与えられて、夏を過ごして成長していくみたいなお話になってます。ひと夏のお話なんだ。はい、なんだけども強烈にその主人公の人生にとっては、はい、一生忘れられない夏なんだね。はい、渋いタイトルつけましたね。あ、はい、これは大学で4年間ずっと夏のお話を書いてきたので、卒業制作を一つの区切りとして夏が終わる話が書けたらなと。今日外真っ白の冬ですけど、君は常に夏の話を書いてたんだ。はい、ずっと夏の話を書いてました。なので自分の夏を終わらせたかったんで、はい、一区切りとしていやでも素敵なタイトルの理由ですね。ありがとうございます。面白いですね。あの今のお話聞くと多分 いろんな同世代の人にも、あと親の、ね、世代の人もいろんな世代の方が読める内容だと思うんですけど、はい、特に誰に向けて書いたとかってあるんですか？あ、特にはあまり意識はして、想定した読者とかあの人に向けてとかはないんだ？あ、特になかったです。小説ってそういうの設定するのしないの？はする場合もある？場合もありますが、これはしなかったです。そうですか。はい、読み終わった後どんな気持ちになってもらいたいとかっていうのは想定するもんですか？これはそうですね、読了後が爽やかになればと思って。ああ、そうなんだ。そういう話の運びにしました。あの小説を書いていてこうなんか大事にしてることとかって何かあります？大事にしてることはやっぱりこの遂行していくのが大事だと思うので、あの改善点をいっぱいもらうのが一番大事だと思います。じゃあ大学離れても、はい、あの先生たちとかいろんな先輩方に見せながらってこと、はい、これからも、ずっとご指摘いただけたらと思っています。指摘を待ってていいの？はい、大丈夫です。面白いね。はい、あのぜひいろんな、ね、小説家として、デビューしていただけると嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、デザイン工学部プロダクトデザイン学科に来ました、最優秀賞の 川越大輔さんです。はい、よろしくお願いいたします。大輔仲間で、ね、はい、はい、そうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、
なんか変わった経歴を持ってるって聞いて、はい、うん、はい、そうですね、自分はまあ一度他の大学に入り直してから、うん、まあやっぱりデザインとかそういうものに生活を豊かにしたいということで、まあ、ここのちょうど地元山形でして、うんうん、地元にたまたまこういう大学があったもんですから、そうなんだ、はい、こちらの方に1年生からうちに来たんですか。はい、そうです。で、まあ、そんな川越くんの卒業制作がアップサイクルで思いをつなぐ紡ぐ、はい、アップサイクルって何、リサイクルとはどう違うの。はい、まあ、リサイクルっていうのは、まあ、例えばペットボトルとかそういうものを、うん、まあ、一度、まあ、潰したりそういうものをして一応原料に戻して、うん、でもそれはコストがかかってしまうし、うん、人の能力もそこの背景にはあって、うん、でもその中でアップサイクルっていうのは端材とか廃棄物の素材や色っていうのを生かしてアイデアでそれに命を吹き込んで、まあ、生き返らせるっていうのがアップサイクルの利点ですね。なるほどね、はい。あの山形県にはたくさんこう繊維産業の会社ありますよね、うん、有名な絨毯屋さんもあれば、はい、佐藤繊維さんとかもね世界的に有名ですけど、はいはい、言わずと知れたというか知る人ぞ知るというか、うん、山形って意外とこう繊維の町ですよね、はい、そうですね、うん、でそんないろんなこの有名なこう老舗のメーカーさんから、はい、こういう端材をいただくんだ。はい、そうですね、はい、まあ、で例えば、まあ、こちらの、まあ、オリエンタルカーペット会社でしたら、うん、まあ、こういう、まあ、絨毯を作っている会社ですと、うん、でその絨毯を作る工程の中で、まあ、こういう歯切れと糸切れが出てきてしまうんですね。必ず出るよね。はい、そうです、はい、でこれはもう、うん、絨毯のやつには使えないということでそれをまあゴミとして捨てられてしまうものなんです。これまでは全部廃棄だったんですね。はい、そうです、うん、で私はそこに目をつけまして、うんうん、とこれらを、まあ、アップサイクルって形でこうやって椅子のスツールにそれぞれの、うん、座面を施したという形になります。はい、そうか、で椅子が作りたかったんじゃなくて、はい、今回そのアップサイクルの、要するに様子を、はい、そうですね、見せるのにこう椅子を使ったと、はい、そうです、何にでもでき使えるわけですよね。そうですね、これでカバンも作れたり、はい、まあ、今回の私の提案というのはそのアップサイクルの形の一つであって、うん、やっぱり可能性がすごいあると思うんですね。うん、特にこれは特徴的っていうのあったら教えてもらえますか。特徴的っていうのは、そうですね、まあ、東北にゆかりのあるものですと、うん、例えばこちらの会社、まあ、新田さんというんですけども、うん、こちらは裂き織りというものを、アップサイクルで利用しています。うん、で裂き織りっていうのは例えばこういった、まあ、着物の生地ですね、はい、そういうものから、まあ、余りとか汚れてしまったものをこう一度裂きまして、うん、でそれを折ってこういうふうな生地に新たに作り変えて使うっていうのがその裂き織りの原因になっております。はい、もう裂き織りを使って別のものを作ってるっていうのは見たことありますね。はい、そうですね、うん、はい、で自分は、まあ、一旦、まあ、こうやって座面の生地にして施した形ですね。はい、なるほど、結構しっかりしててもちもちしてて、うんうんうん、いい感じに仕上がったと思います。なるほどね。はい、いかにそれをうまく見せていくか、うん、その端材を生かすかってことに、まあ、アイディアをいろいろ注ぎ込みました。うん、はい、かわいいパンツですね。これも、これもなんかアップサイクルですか。あ、違います、これは好きなブランドのやつなんですけど。かわいい、はい、でやっぱり山形っていうのはものづくりにもすごい力を入れているところで、うん、やっぱり頑張ってものづくりに真摯に向き合っている方々がいるんですよね。うん、でそういう者たちの思いをこう背負って何か物事を、起こしたり作っていくっていうのはやっぱりその東北芸工大ならではの山形のためにできることだと思うので、うん、やっぱそういう人たちの思いっていうものをやっぱり紡いで未来に行くっていうことがすごい大事だと思いますので、うん、皆さんもぜひ実際に見ていただいて触っていただいて座っていただいて感じてそれをいただきたいというふうに思います。あの卒業後はなんか子どもの何 か、はい、家具を作るんですか。家具とか遊具とか、まあ、周りのプロダクトを作るメーカーに行くんですけども、うん、そうですか。はい、だからまあ大人になってもいい意味で子どもみたいな純粋な気持ちでデザインに取り組んでいきたいというふうに思っております。うん、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。建築環境デザイン学科に来ました。今年の最優秀賞はですね、新田由衣さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね。はい、なんかこう渋いですねこれ。そうですね、いつもなんかドーンってでっかい模型とか、はい、なんか大きなプロジェクトがこう評価されることが多いような気がするんですけど、うん、そうですね、建築の模型とかですね。うん、私は建築廃材からなる木質チップのエネルギー利用システムというテーマで論文を書いたんですけれども、うん、
山形県に建っている住宅を解体して、そこから建築廃材が出て、そこから木質チップが作られるんですけども、うん、それがわざわざ県外まで運ばれてエネルギー燃料として利用されているっていう現状があって、うん、それを県外じゃなくて山形の中で燃料として使えないかなというふうに思いまして、調査していって、うん、調査していた結果、その県内にそのチップを使ったバイオマス発電機を導入するとこんなにいいことがあるっていうことが分かって、逆に検討をもっとしなければならないところとかも分かってきて、うん、そうですね、そういう調査をしました。へえ、あの20代の女性がエネルギーのこと、はい、そしかもその建築廃材をこう、うん、ほとんど大きな事業じゃないですか、はい、そういうものにどうしてそれを研究したいと思ったんですか？そうですね、私の父がこういうチップを作るという会社をしていまして、うん、そこからずっと幼い頃から解体、その家を壊すこととか、うん、その木質チップとかというものに触れてきて興味を持ちました。そうなんだ、はい、お父さんがそういう仕事されてるんですね。そうです。お父さんも喜んだんじゃないか。そうですね。そうです、家を壊す、こういう感じですよね。そうです、こういうふうに取り壊すとどうしても木の材料出ますよ ね。 そうですね、これが土台になっている、うん、なっていた木材で、うん、これが柱とか梁とかですね、はいはい、でこれが使えるやつ。そうです、柱とか梁とかが木質チップにできる廃材になります、うん、なるほどね。こういう釘とか、はい、こういう金物を外すんだ。はい、こっちの大きいのが手作業で外していて、うんうん、大変ですね。そうですね。でこれがあれですか、触っていいんですか、これ。はい、木質チップです。こういう木質チップになると、はい、うん、この状態にするといろんなエネルギーのリサイクルに使えるんですか？そうです。燃料になる、はい、うん、通常このバイオマス発電機の燃料は何なんですか？は間伐材から作られた木質チップがやっぱ皆さんご存知かもしれないんですけど、うん、それだと皆さんご存こう知ってるんですけど、うん、建築廃材となるとあんまりできるのっていう人が多くて、うんうん、できる方法が今回見つかったわけですね。そうですね、うん、そんな新田さんは山形の白鷹生まれで大学、芸工大で勉強して、はい、これからまた山形の建築会社で働くってことなんですけど、はい、そうです。なんかこういうことってずっと続けていきたいですか？そうですね、うん、その研究している中途中でも、うん、やっぱり将来の建築の在り方とか、うん、建築の中に導入できるものなので、うん、実現できたらいいなと思いながら研究を進めていました。頼もしいですね。ありがとうございます。いや、すごい素晴らしい研究でしたし、はい、なんかちゃんとこういうものが最優秀で評価されてよかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。コミュニティデザイン学科最優秀賞、手島みのりさんです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとこう見ると防災訓練のカスタマイズってありますけど、はい、これちょっと説明していただいてもいいですか？はい、今回私は防災訓練のカスタマイズツールっていうものを、うん、ツールなんだ、はい、開発してきました。うん、でこのツールが住民同士の対話から今後の災害を想像して自分たちに一番合った防災訓練を作る、想像するためのツールとして活用するために作りました。で、うん、このツールは今回は山形県の中でも戸沢村の倉岡地区っていうところを対象地域としてお世話になって1年半やってきました。なるほど。その何、戸沢地区の、はい、特徴ってあるんですか？実際にこの県内の中でもこの倉岡地区が2018年の8月に2度大きな浸水被害を受けた現場で、うん、水害だ。はい、そうなんです。防災の知識とかはまだ全然なかったので、うん、防災士の方だったりとか県庁の危機管理課の方に専門的知識をもらうのと、うん、あとは定期的に、地域に行くことで住民視点と専門家視点入れてあのツールを作っていきました。ツールっていうのはどういうこと？なんか道具ってこと？そうです。これが、うん、これは使うの？そうなんです。これは防災カードなんですけど、うん、このカードを使って、うん、あのでここのアイコンがあるんですけど、うん、今自分たちにどのアイコンが一番必要なのかを考えて、で最終的に次自分たちが実際に行う防災訓練が何なのかを選んで、とか防災訓練か、はい、うんうんうん、一旦この地域の人が集まるんだ、はい、集まった話し合いの中で
自分たちに合った防災訓練を考えるためのツールなの。そうです。公民館に皆さんに集まって地区会長に来ていただいて、うん、このツール広げて記入して、でアイコンを選んで次何をしたいのか、具体的に何をするかを具体的にするためのツールですね。防災訓練を準備するための考えるツールなの、ね、そうです。あ、なるほど、はい、こっちかな、はい、中身。そうです、はい、この中身は先ほど少し出た防災訓練を実際にカードですね、はい、カード、はい、あとはこの下が事例カードといって、実際に他の地域で、はい、先進的にやっている事例をカードとしてまとめて、それ富士宮市の黄色いハンカチ作戦とか、はいはいはい、で自分たちの地域ではどこを真似したらいいかなとか、どこなら真似できるかみたいなのをより具体的に考えるために事例カードというものも考えました。なるほど、ね、面白いですね、はい、じゃあこの倉岡地域の人たちっていうのは、はい、君が言ったおかげで防災訓練にはいろいろあるんだってことを知ったわけだ。そうですね、うん、やっぱりこれを考えた上で一個課題の原因の一つに、うん、振り返りを自主的にやるけど、うん、インプットがなくって次のアイデアが出てこないっていうのはヒアリングの中で一つ見えてきたので、うん、じゃあこういうカードが具体的にあった方がツールを使いながら次のアクションも具体的に考えられるなと思って事例カードを作りました。うん、防災訓練って大きな町でももっとちっちゃな単位でやった方がいいってことなのかな。うん、そうですね、うん、このツール自体は、4人とか5人で集まってやるサイズ感なので、うん、もし20人集まったら5テーブルやって、うん、その結果をシェアしてさらに合意形成するみたいな風に使われると、オラが村のスタンダードを決めるわけね、うん、そうですね。あ、なるほどね、へ、面白かったです。ありがとうございます。うん、でこれから卒業してどういう仕事されるんですか。はい、私は来年から、岐阜県の飛騨市にある地方創生の会社に行くんですけど、うん、その中でもこの研究の内容をすでに会社の人も知ってくださって、防災プロジェクトを来年からも担当することが、ああ、よかったね、はい、決まりまして、ぜひいろんなところで活躍して、うん、災害ねどうしても多いから、はい、うん、一人でも多くの命が救われるように努力していただければと思います、はい、ありがとうございます。素晴らしかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。映像学科に来ました。今年のですね、映像学科の最優秀賞を取った作品はドーナツホールという、まあ、ドラマの作品ですかね。なあ、ゆい子。ねえねえ、なあってさ、建築学科の吉岡さんと知り合いなんでしょ。あ、うん、今度うちにも紹介してくれない？あ、じゃあさ、今度サークルの飲み会ゆい子も来なよ。誰でも参加 OK だし。ほんと？ありがとう。あれ、ゆい子じゃない？ほんとだ、なんかあったね、大学デビューってやつ。そうそう、西川で待ちやったくせにヘラヘラ愛想振り向いちゃってさ、友達作りに仕掛けてるとか痛いよね。泣いたよ。で、出てくる俳優さん、役者さんはみんな学科の人たち、ほとんど、まあ、基本的そうですね、はい、プロは一人もいないんですか。そうですね、はい、なんかね、すごくナチュラルで、はい、まあ、僕まだダイジェストしか見てないんですけど、なんか引き込まれる。本当に芸工大の芸工大、まあ、使ってるのはこの大学かもしれないですけど、ある大学の一日みたいに見えて、すごく自然だなと思ったし、あとなんかやっぱり細かな構図とか、こう施設、学校のなんか風景をより学校らしく見せてるような演出というかね、なんかすごい綺麗だなと思いました。ありがとうございます。どうしてああいう、まあ、この大学、現役の大学生3人が、現役の大学生たちが出てくる群像劇を作ったのかっていうのは何かあります？自分もこの4年生っていう年で、まあ、コロナの影響もあったり、ご就活も全然うまくいかなくて、でいろいろなんかどうしようみたいになってる時に、で撮影もやっぱりコロナだから撮影どんな感じでやればいいかっていうので、ちょっといろいろ考えなきゃいけないことがあったりして、うん、っていうところで自分にもこの映画のテーマになっているこの心の穴みたいなのがあって、うん、でそれを考えてた時に、それを映画にしちゃえば自分のその心の穴って埋まるんじゃないのかなみたいなことをちょっと考えて、そうなんだ、そういうのをきっかけで脚本を書きました、うん、そうか、声をかけやすい仲間で役者を揃えるっていうのもコロナ対策でもあったわけ。まあ、そうせざるを得ないっていう状況になったと思います。うんうん、まあ、でもその限定された中でのドラマをあえて書いたわけですよね。はい、そうですね。監督にちょっと伺いたいんですけど、これどんな人に見てもらいたいですかね。
まあそうですね、最初企画を考えてた時には、うん、やはり、まあ、同年代の方に見てもらうっていうのはもちろんあったんですけど、うん、割とそのもういわゆるその大学生だったりその心の穴とかそういうことを考える時期を過ぎた人たちにも見てもらいたいなってなって、うん、あなんか自分にもこういう時期があったなみたいな感じに振り返れる映画でもあればいいかなと僕は思っています、うん、ちょっとダイジェストを見ただけでもなんか学生時代のちょっと甘酸っぱさというか嫌な感じ、人をちょっと妬んでしまった感じとか、ついつい友達の中で軽口で広まってしまった噂とか、まあそういうものってかなり青春群像劇にはいつも描かれるんだけど、割とオーバーに描かれるからすごくやり取りがナチュラルだよね、ちょっとしたことっていうか、ああいうものの積み重ねなんだろうね、学生の毎日って。うん、とても制作大変だったと思うんですけど、そのスケジュールとか、あとその全体のみんなあれ学生たちが、学生たちもそれぞれ忙しいじゃないですか。そうですね、交番表とか大変だったんじゃない、はい、うん、やっぱりそのスタッフの方も、キャストの方も映像学科の方が多くて、うん、後輩の皆さんにお願いしたりもしたので、うん、やっぱり授業の時間とかもあったり、そうだよね、はい、うん、やっぱり交番を組むのが結構大変でした。うん、喧嘩とかありましたか。まあ、喧嘩というか一方的に怒られたことはあります。あ、一方的に怒られた、一方的に怒られました。監督が怒られるわけ。怒られましたねそうなんですか。卒業後五十嵐さんはどういう方面に進まれるんですか。私は一般企業に就職するんですけど、うん、はい、やっぱりこんな映画の複雑な交番表より難しい仕事あんまないと思うんで、まあ、大丈夫でしょやっぱり不安はあるんですけど、うんうん、なんか3人で卒業制作を作ったのがすごい自分の中で糧になっているので、うん、なんかこれから乗り越えられるような気がしています。あ、そうですか、はい、頑張ってください。ありがとうございます、うん、私も一般企業のくくりではあるんですけど、その中の映像部門に一応、就職が決まっていまして、うん、でまあでもこれからもその、まあ、普通に仕事をしつつこう映像を作っていけたらいいなっていうのは思ってますね。わかりました。ある大学院、映像系の大学院を受けたりしてて、うんうん、進学するよと、まあ、とりあえずそのまあ、やはり映画監督になりたいっていう気持ちがあるので、うん、まあ、そういう道に行けたらいいなと思っています。そうですか。ちょっといろんな人生ね、ここからまたみんなの映画が始まるみたいな感じですけどぜひ頑張ってください。本当おめでとうございます。ありがとうございます。グラフィックデザイン学科に来ました。今年のですね、グラフィックデザイン学科最優秀賞と優秀賞とかいろいろあるんですけど、今日はですね、優秀賞の星川夏樹さんに話を聞こうと思います。お願いします。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。こんなにいっぱいね、たくさん作品がある中で優秀賞に選ばれました。はい、まず感想はどうですか。すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。うん、あ、本当は良かったですね。はい、ちょっとこれ、まあ、ここイラストレーションがありますけど、はい、実際作品はこれなんだよね。そうです、この本3冊になります。うん、ちょっといくつかめくりながら見せてもらってもいいですか。はい、はい、3つありますよね。はい、これいろいろそれぞれストーリーがあるんですか。それぞれストーリーというよりは、うん、一つの丸三角四角っていう形がいろいろな予想できないような形に変わっていくっていう本になっています。ちょっと例えば丸めくってみてもらっていいですか。はい、でこちらが最初の図形の丸になってるんですけど、うん、これをめくると、お、はいはい、こういう形で、へー、どんどん変わっていくんだね。はい、はいはいはい、おお、なるほどね。はいこれどうしてこういう本を作ろうと思ったんですか。最初は想像する時間ができる本っていうのを作りたくて、うん、ページをめくるときに三角から次に何になるかわからないような本になっているので、うんうん、想像する時間が作れるんじゃないかなと思って制作しました。なるほど。小さい頃からこういう本で遊ぶとかっていうのが好きだったんですか。絵本は毎日母に読み聞かせしてもらっていました。贅沢だねで、まあ、グラフィックデザイン学んできて、これ
卒業制作でこういうものを作りたいと思ったなんかきっかけはあるんですか？地域と連携したプロジェクトとかを学校でたくさんさせてもらったんですけど、うん、その時にイラストを制作して地域の方々に見てもらう機会があって、うん、その時に地域の方々がたくさん喜んでくれたのが嬉しくて、うん、人を喜ばせるようなイラストが制作したいと思ってこれを作りました。うーん、でも見た感じ、まあ、大人も面白いけれど対象年齢とかってこう考えたりしたんですか？初めは子どもに向けて作った本なんですけど、うん、大人も楽しめるようになったので、うん、みんなに楽しんでもらえたらと思います。こういう手触り感のあるアナログなメディアっていうのはこれからもの子どもたちとのそばにあると思いますか？はい、私は絵本がすごく好きなので、うん、絵本でしか感じられない、うん、ページをめくった時の驚きみたいなものが絶対にあると思うので、うん、そういう紙の媒体っていうのは大切なものだと思います。うん、ちょっとこれね本当は大勢の人にめくってもらいたいですね。うん、そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、東北芸術工科大学2020年度卒業制作展、16の学科コースの、優秀賞や最優秀賞の、学生に話を聞いてみました。まあ、本当にですね、ご紹介できたのはごくほんの一部の学生たちで、他にもたくさんですね、さまざまなデザインとアートに取り組んだ学生たちの作品がありました。いろんな学科コース見て思ったのはですね、このコロナ禍の中、それぞれの学生が普段と違うシチュエーションをうまく利用して、また、その状況だからこそ作れる作品を、たくさん前向きに取り組んでいたなというふうに感じました。どうしても大学で、教えている側からすると学生たちの学習機会がなくなったんじゃないかとか、修了制作にかける時間が短かったんじゃないかと思いますが、学生たちはそれなりにその中でベストを尽くし、また新しい発見に積極的に挑んでいるなという感じがしました。本当にね、学生の皆さんお疲れ様でした。また、ネットを通して、本学の学生の作品に興味を持っていただいている皆さん本当にありがとうございます。インターネットでは、各学科コースがですね、オリジナルでもさまざまなことを配信しますので、そちらもぜひお楽しみいただければと思っております。学生たちにとっては一人でも多くの皆さんにご覧いただくことが最大の花向けとなります。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。